はい皆さんこんにちは2017年デルジュン宅建師スマート総まとめ講座法令上の制限税その他の講義を始めてまいります、えー、担当はレック専任講師の寺西と申しますよろしくお願いいたしますでまずは、えー、テキストの方はですね、えー 公式集っていうものがお手元にあるかと思いますが、102ページ、法令上の制限、102ページのところ、まず開けていただいて、都市計画法ということになります。で、都市計画法に関しましては、非常に重要なところでもありますということですね。まあ、法令上の制限分野はですね、日常生活では目にすることのない専門用語が多く出てくるという特徴があります。また、よく似た、まあ、えー、用語、制度も多く、 それらを正確に理解して覚えるのは現実的ではありませんのでまず各制度趣旨のおまかなイメージを頭に置いて右往、まあえー、ク往に繰り返し出てくる問題を徹底的に、まあ、やっていただくことで覚えるべきキーワード数字等を確実に覚えるようにしていただくっていうことですね。はい、でまずは法令上の制限の中でも特に都市計画法から2問出題されますがここは特にですね えー、まあ法令上の制限の重要論点となるところですので、まあ、そこのところでどうしても点数を取りたいっていうことなんですね。はい、でまずは、えー、都市計画法とか等々これからこの講義におきましては、えー、こういったふうに、えー、マークであったりアンダーラインが入ってまいりますので、まあ、そこは過去に出ている重要な論点ということで、まあ、問題と照らし合わせながら動くもんと照らし合わせながらしっかり ま、えー、覚え理解をしていただきたいと思います。はい。でまずはですね、えー。もしですね。まあ、図とかを写されたりマークを写されるっていうことであれば、えー、それも分は、えー、まあ、画面を止めていただいてですね。そのあところでチェックを入れていただいたりアンダーラインマークをしていただいたり図を写していただくっていうことになります。まあ、言ってもお時間限られております。三時間というお時間の中で皆さんに法令上の制限 税その他免除科目全てお伝えすることになりますので、まあ、その点ご考慮いただきますようお願いいたします。で23ページですね、えー、失礼102ページ102ページ法法令上の制限都市計画とというところですよねまずは都市計画区域に関しましては特にここで出題が多いのは行政区画と関係なく定められるということなんですね。 で、えー、都市計画法は計画的なまちづくりの方法を規定した法律で大きく分けて3つの分野に分かれます。都市計画区域これが場所の指定都市計画、えー、メニューの決定、えー、それからあとはですね、えー、その計画を実現するための都市計画制限ということになっていくわけですね。はいでまずはまち、えー、づくりを行う場所のことを都市計画区域と呼んでおります。で都市計画区域は誰がが定めるのかっていう点が 102ページの都市計画法のところに書かれているんですねで。特に注視していただきたいのは、行政区画とは関係なく定められるということです。はい。で、行政区画とは何かって言いますと、えー、これはですね、えー、市、京,県京市境、県境、市境、県境、町境、村境、これとは無関係に指定されるという点。まあ、この点はしっかりとチェックをなさっておかれてください。 はい、それから準都市計画区域ですね。準都市計画区域は今までは田園風景豊かなところだったんですがえー、まあ例えば高速道路のインターチェンジなどができたことによって、まあ、大規模な開発をやるということで都市計画区域外に将来支障が生じるっていう点で、えー、キーワードを押さえとかれてください。将来支障が生じるっていうキーワードと都市計画区域外これで準、まあ、都市計画区域のキーワードは えー、この三つが揃っていれば回るということで結構ですということですね。はい。で次に区域区分の定め、ここから都市計画になります。都市計画になります。都市計画十一種類マスタープランを入れてあるわけですが、こその中でも一番重要なものですね。でまずは、えー、都市計画区域に市街化区域と市街化調整区域の区分ができますということ。はい。で優先的かつ、えー、市街化を優先的かつ計画的に市街化を図るのを まあ都市計画区域の中でも市街化区域と特に呼んでいます。で市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域ということです。で市街化のを測るとかそれから市街化を、まあ、優先的に行っていくっていうことなのですね。でそういったところを市街化区域と呼んでますがこれは市街化を測るって言ってます。で抑制市街化ですね。で市街化建築物の建築人口の増加。 こういったことで市街化とは結局建築物を建築するっていうことなんですね。それをどんどんやるのが市街化区域。えー、抑えていくのが市街化調整区域っていう考え方で結構です。それから用途地域。用途地域は3系統12種類あるっていうことはしっかりと覚えていただかなければならないんですが、まあ中身あまり細かく出題がありませんので、まあここのところはまずは問題と照らし合わせながら、 まあ問題に出てきたところを覚える程度になさっておかれていただいて十分かと思います。それから今度は、えー、105ページですね。えー、用途地域と市街化区域必ず用途地域を定めていただくっていう点それから調整区域は原則として定めないということあとまあ 区、えー、区域分まあいわゆる非線引き都市計画区域と呼ばれるところでは定めることができる一部、まあ、定めることができるという覚え方で結構ですねそれから、えー、あとは純都市計画区域も用途地域を定めることができるまあちょっと、えー、疑問に思った方はその程度のことをしっかりただしここはしっかり覚えていただかなければなりません。市街区域必ず定める 調整区域原則定めないという点、ここは直接出題だけではなく、この後のえ出題に対しても少し重要になってくるところなので、そこはしっかり覚えておかれてください。ということですね。はいから、用途地域を指定することによる制限というのは、建築基準法を学習された後にまあ、学習をしていただければ結構です。ということです。それでは106ページ補助的地域地区というのが出てまいります。 でここもですね補助的地域地区とは、まあ、いわゆる地域地区の一つで用途地域が定められてその用途地域の規定を補って定める、まあ、そういった点ですね、まあ、そういった点も含めてということになります。用途地域内にのみ定めるということと用途地域外でも定められるものとそれから、えー、用途地域外にのみ定められるものに大きく分かれていきます。 で、皆さんの試験での出題は、この用途地域の内にのみ定められるという点が多く出てまいりますので、その点ご注意をなさっておかれるということですね。で、こういったところ全部覚えるのなかなか大変ですので、まあ、キーワード、そこをしっかり押さえておかれてくださいということです。特別用途地区ですね。特別用途地区は特に、えー、出てくるところでもありますし、しっかりと。 覚えていただきたいんですが用用途地域内用途地地域域内の指定定を保管して定めるとということになりますそれからうんあとは特例容石率適用地区はいここはですね低層住居専用地域と、えー、工業専用地域には指定されないという点あとは、まあ、建築物の容石率の活用を促進するんだということですね、まあ、この点覚えておかれれば結構ですあとは高度地区高度利用地区高度地区はまさに高さ。 高度利用地区は建物の大きさなんですね。ということで、こういった点。高さと溶石率。こういった点をしっかりと、まあ、キーワードとして覚えとかれる。から、高層住居誘導地区。一定の用途地域で指定されます。で、逆に、専用系の用途地域には指定されないということ。あとは、えー、専用系の用途地域に指定されないということで、プラス、商業地域。専用系の用途地域に指定されず、 プラス、商業地域と工業地域には指定されない。まあ、こういったどこで指定されるかという点が、まあ、聞かれてもおりますので、この点は少しご注意を。それから、カッコ2番、用途地域で定められるもの。用途地域で定められるもの。外ですね。用途地域外でも定められるもの。まあ、ここはお読みになっておかれる程度で結構です。それから、用途地域外にのみ定められるもの。例えば、特定用,て用途制限。 特定の用途の制限と言ってるんですね、これ。用途を制限するそれも特定のものだけって言ってますので、はい、市街化調整区域を除いて用途地域が定められていない土地の区域で、まあ、パチンコ屋さんであったりホテルこういったものの建築などを制限しようということですね。はい、それでは次の都市計画で、えー、まずは、えー、区域区分という都市計画が1つ目2つ目が、えー、地域地区。 その中に、用途地域と補助的地域地区というのがございました。で、次、次に、今度は都市施設なんですね。都市施設は、都市計画区域外にも定めることができるという点と、都市計画区域外にも定めることができますので、当然、調整区域でも可能だという点。こういった点は覚えとかれてください。はい。あとは、まあ、マークしてあるところ、少し、え、お読みになっておいていただくっていうことが中心になるかと思います。はい。 それでは続いてですね、地区計画。まあ、都市計画の中では一番よく出てくると言ってもいいところなんですが、ここで覚えていただきたいことは、まず、用途地域が定められていない土地の区域でも、一定の場合は、一定の区域であれば、地区計画を定めることができるという点。まあ、こういった点を注意なさってくださいということ。はい、それから、えー、どんな制限がされるのか、建築等の制限ですね、届けで 地区計画の区域のうち、はい、えー、の中で一定の場合を除き、行為直視の30日前、例外規定を除いて30日前に市町村長へ届け出。特に注意していただくのは、行為着手の30日前ということで、事前届け出であるということ。で、土地の区画ケースの変更、建築物の建築を知る、こういったことの、えー、場合は、えー、これを届けていただくと。 で適合合しなないい場合は勧告できることになっています市町村長が勧告ができるということになっておりますので、はい、それから都市計画の決定手続き、まあ、学習していただいている時期がいつなのかにもよりますが、まあ、ここはですね直前期まだ覚えてられないようでしたらもう9月に入ってまだこの辺り覚えてられないようでしたらもう、えー、少し、えー、読む程度にとどめておかれたら十分かなっていうところですよね。 はいそれでは続いてですね110ページここが今回2017年では一番出題の可能性が高いと思われるところですが開発行為の許可制開発行為をしようとするもの知事の許可開発許可を受けなければならないことになっていますで開発行為とはどういうことなのかという点まずしっかりと押さえておかれてください建築物の建築等、えー、を行う場合にそれを目的として土地区画ケースの変更 2つ揃ったらということになっていますのでその点はしっかり頭に置いておかれるっていうことですね。はいえー、110ページの内容では特に2つの理由があるということ建築物の建築等を、まあ、目的としているということが1つ目の要件、はい、2つ目のまあ要件は、えー、このの目的で土地それからうーんとコンクリートプラントアスファルトプラント それからゴルフコースここまでが一つだだと考えていただい,たらいいいたたらでですね、えー、ゴルフコースまでこれから1ヘクタール以上の野球場ですね、えー、特に野球場低球場こういった墓苑などまで、まあ、こういったところで特定工作物ありますが分け方としては、えー、面積の関係面積が全く関係なく特定工作物にあたるものと面積 1> が1ヘクタール以上、いわゆる1万平方メートル以上だったら、えー、特定工作物に当たるもの。こういった点の違いをしっかりと頭に置いとかれるということですね。はい。で、次にです。今度は、開発許可不要の例外が出てくるんです。ただし、ここの、えー、ことを覚える前に、開発許可不要の理由は2つあるということ。開発行為に当たらないので、開発許可が不要なもの。 それと開発行為にあたるんですが、ここののの。ページの例外ととなるもここここういったところですね。でここはですねまずこの表でしっかり覚えておいていただく面積を、えー、1,0003,0001万しかありませんのでこういった点はしっかり覚えておかれてください。はい、で大事なことはまずは一番皆さんの試験で数が出てくるもの、はい、そういったものの中ではこの米の3米の4米の5 あたりなんですね。米の3、米の4。234ですね。失礼。この234のところは特にしっかりえ頭に置いておかれていただくところです。で、ここは常に許可不要なもの。常に許可不要なものが述べられています。常に許可不要。これをしっかり2から4までのところをしっかり覚えてください。常に許可不要ですね。はい。これをしっかりと覚えとかれるっていうことですね。はい。特にマークをしてある公民館、図書館とか、 えー、事業志向、それから非常災害、仮設建築物。こういったところもしっかり覚えとかれてくださいということですね。常に許可不要なもの。あともう一点は米の1農林漁業用建築物っていうのが出てまいります。農林漁業用建築物ですね。はい。ここはですね、農林漁業用建築物については農業者居住用建築物。はい。 まあ、ほとんどの出題、まずほぼ100%の出題がここからしか出ておりませんので、この点をしっかり。で、覚え方としましては、えー、農業用、農業者が居住用建築物、農業者居住用建築物ときたら、えー、原則許可不要、原則許可不要、市街区域に限り1000平方メートル以上であれば、まあ、許可が必要であるということ。あと、 え米の5番も、えー、条例でこういった線をもう少し小さくする場合があります。市街角域の線ということを小さくする場合がありますので、まあ、その点のとこも含めて、えー、マークしてあるところ、えー、それから常に許可不要なものこういったところは特に米の1、米の2、米の3、米の4この辺りを中心に出題となります。あとは面積ですね。はいこういったところはしっかり覚えておかれていただくことになります。 それから今度はですね、うんじゃあ、開発許可がいるとなった場合ですよね。開発許可がいるとなった場合。はい。これが112ページのところです。開発許可が必要ということでありましたら、まあ、えー、許可申請前までにですね、申請をする前までに、はい、事前手続きとしてこういったことを行っておいていただく。特に、まあ、この事前手続きだという点はしっかりと、 えー、覚えていいただくととうこと事前とは許可申請前までで関係がある協議同意とかっていうマークの点はもちろんですがあとは相当数の同意ということは全員でなくてもよろしいですしもう一点、えー、土地所有者でなくても、えー、許可申請はできますということそれから全員じゃなくていいっていうことですから相当数の同意ということは不同意者もいるということも少し まあ、頭に置いいいてかれていただくととうことですね、はい、それから開発許可の例外、えー、ごめんなさい開発許可の手続きの2の申請後の手続きこれに関しても少し、まあ、チェックはしとかれていただくということになりますこういったところは問題と照らし合わせながら、えー、問題でどう出てくるかの確認だけしっかりしておいていただいたら結構かと思いますそれから開発許可の内容の変更というのが出てまいりますはい えー、ここの中では特に、えー、ちょっとわかりにくいのが、開発許可を要しない開発行為に変更する場合、許可届出とも不要、軽微な変更だったら知事への届け出。まあ、こういったところを中心に、まあ、出題がされることがありますので、まあ、その点は少し。あとは、人が変わる、一般承継、相続など、開発許可を相続などで引き継いだり、まあ、あとは、 えー、法人の合併などで引き継ぐこの場合には当然に承継ということで知事の承認は不要ですそれからその次特定承継というのが出てまいります知事の承認を受けて承継はいこの場合の違いは比較で必ずしっかりと捉えておかれてくださいそれから開発許可をに区域内における建築規制、えー、ここもですね特に原則と例外にしっかり分けられてどの時期なのかという点ですね そちらをしっかりと、まずは、えー、チェックをなさっておかれていただくことになります。この点をしっかりとチェックなさっておかれてください。はい。で、開発許可を受けた開発区域内における建築規制ということに関しましては、原則と例外、そして工事完了広告前ということですから、えー、工事完了広告前、いわゆる工事完了広告があるまでの間でしたら、原則建築は禁止。 で、一定の例外に一つでも当てはまれば、えー、建築物の建築ができると。それから、工事完了、広告後の場合は、予定建築物の建築が原則、予定した建築物以外の建築物の建築ができないという点。はい。こういったところ、これも例外が2つありますので、この点もご注意をなさっておかれてください。はい。それでは続いてです。114ページ。 114ページに関しましては、はい。ここに関しましてはですね、えー、まずは、えー、読み方なんですね。調整区域、市街が調整区域の、はい。開発許可を受けた開発区域外の区域内における建築規制。いわゆる、知事の許可がいる。で、この規定は、まず調整区域のみの規制だということ。はい。で、原則は、えー、知事の許可。 が必要となりますただし例外規定がありますのでこういったことは知事の許可不要ということこれは開発許可の場合にはい、えー、許可が不要となる場合と同様のものが書かれていますので調整区域のみの規制だということ例外は、えー、市外化調整区域で開発許可が不要な場合と同様ということと まあ知事の許可はだから不要だという点これをしっかりと覚えておかれることですよね。でここは問題に出てきてえ出題される時に市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制と出てまいりますのでまあいわゆる市街化調整区域ではい土地区画形質の変更土地造成的行為を行わなくても建物が建てられる場所。 ということですね。まあ、この点をしっかり覚えておかれてくださいということです。はい。それから次に、都市計画事業に関する行為制限。まあ、これに関しても事業地内、事業地内はつまり例外なく知事等の許可が必要となる。まあ、この点特にしっかり覚えておかれるっていうことですよね。はい。まあ、ただし開発許可、それからそれに関係する建築規制、 まあこの辺りの A ランクをしっかり学習していただいてそれでもお時間がまだあるということでしたら特にこの点、えー、学習していただくとだからといって一切やらないということになるとここは合格者は、えー、必ずですね、えー、答えてきますですので、まあ、この115ページの内容ですね マークしてある点は問題と照らし合わせながら必ず学習はなさっておかれていただきたいところではありますということですね。はい、よろしいでございますかね。はい、それでは今度はですね、少し進んでいただいて国土法というのをこれは見ます。